はい、では行きましょう。ちょっと無理せずに、私は、光をですね、辿って、ちゃんと行きますわ。今ちょっと下降りましたが、まあ、マップは取ったので、まあ、降りれる場所はあるんでしょうということで、しっかり光を辿っていこう。この馬車に勝ち合うけども、一回スルーしてしっかりそのかがり火を探そうという。言う通りに行こう。まずは言う通りに行こう。そこ明るっ。うわ、やった。えら明るいなと思ったんですよね。あ、ここやね。ここまで来た。で、こっちだいぶ見にくいんですけどね。こっちもうすぐ近づいてきてるよみたいなことを言っとった。で、こいつを利用して、おそらくこっちで、またそいつを利用してここ、はい、で、ここ、はい、で、こう、こう、はい、いいの、こっちで。なんかこの辺から光が途絶えるのよな。いや、違う、光を探そう。こっからどこや。下下下、はい、こうこうで、こっち、いや、進んでるはずや。信じていこう。光、こう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 、ぐねぐねしてるけど、ちょっとずつ降りていってるような感じはある。戻ってたら嫌やな、これ。戻ってるかもしれないです。かがり火オン。これは新しいやつで頼む。よっしゃー。いや、なんかすごいグネグネしたからね。確かにこれは難しいっすよ。ぐねるから。で、どこなの？あ、ここなんや。でも川床まで来たと。そして、謎の明る召喚が、明るメッセージがあるな。喜びをご召喚、あれ。ん？ん？ちゃうか。怖っ。あー、そっか、ここやね。木のとこですもんね。これだから聖樹ということなんですね、多分。で、さらに光を追っていけばここにたどり着けるよと。ちょ、でもどうやって倒そう。あ、あるやん。ありました、ありました、ありました。よし、これで何度でもある程度はやり直しやすくなりましたね。いや、それよかさ、あれきついっすよ。まあ来ると一応分かっていれば多少対策のしようもあるっちゃあんのか。まあおるかもしれんと思って今度は立ち回ろう。とは言っても難しいですけどね、かなり。気配を感じ取れるのか。ちなみにターゲット
は絶対できない感じなので、しかも攻撃食らった後消えたしな。パッとミーで全く判別できないですけどね。この辺でドンって後ろから食らいましたね。終わった。嘘やろ。どうやって戦うんこんな。いやちょ待てって。え無理です無理です絶対無理。どうやって戦えばいいんや。逃げるしかないか。追いかけてきた。雪がちょっと雪のところまで来たら足跡が多少見えてる感じやな。多少見えてますね。向いちゃうんで危ない。いや無理ゲーすぎるでしょ。一匹倒せばいいだけなんかな。来た来た来た。終わった。奇跡。ターゲッティングできひんからね。いや無理や。くそ。うわ、なんかいい方法はないものか。来た来た来た。今バックに引かれたな。攻撃も普通にかわしよるんでね。弱い敵ならいいんですけど普通に強いっすよね。ブワーン回り込まれて致命。やばくないこれ。強敵すぎるやろ。細いところに誘い込むか。これか象って。あいつに追われながら基本的には象に火つけていくっていうミッションなんでしょうね多分ね。何匹もおるとは思えへんけど、きつすぎるから。いやマジクソゲーやでこれ。どうしたらいいんや。なんかちょっと考えようか。致命食らうから盾は多分あんま意味ないと思うんすよね。なんかこうちょっと見えないものが見えるようになるみたいな薬とか祈祷とか、あとはバーンって全体的な攻撃。いやでもな、もう火力が全然追っつかないんでね。ちょっとなんか見てみようか。一時的にこう目を、一時的に目を、発見力が上昇する。一時的に敵を毒いくか。
召喚した霊体が狂ったように襲いかかる。それはありですね。熱気を生じ触れるものに炎ダメージを与えると、それもいいね。溶岩系もいいっすよね。三本指、狂い火を宿すものに限られる。近いものの HP を持続的に回復する。ないな。まあまあさっきのやつ、ツボか。なんとかね、なんとかしてえな。敵に投げつけ受血まみれにする。一時的に全身を鉄溶かす。いや、とにかくちょっと対抗したいな、あいつに。ムカつくから、なんとかして対抗したいな。追いすがる呪霊を放つ。そうっすね、ちょっとなんとかあいつを倒す術を考えよう。例えば毒にすることができれば、毒にすることができれば、発狂を伝染させる。毒にさせることができれば、見えるじゃないですか。HP が減っていくわけやから。まあ、狂い火もそういう意味ではね、全体効果ありますけども。来い。もう絶対ターゲッティングされてるはずと思ったら、マジでか。前転してる状態で死神やろう。危ない。なんとかしろ。何も起こらへん。当てなあかんのか。やっぱさあ、助けてくれ。いや、もう全く戦略がゴミ戦略やな。なんなんこいつ、めちゃくちゃ強いっすやん。どうしたらいいねん。とりあえず あれではダメか。まあ、あの壺ではダメと。なんか何か召喚されるのかと思ったら、そういうわけでもなかったしね。あ、めっちゃだる。どうしたらいいんや。やっぱバーンって弾き系入れるか。記憶で、まあ、毒じゃ外しまして、黄金の衝撃波を生じる。これでバーンって、まあ、吹っ飛ばすと、
これはやってみるか。意味水子ね、まあ、幸いソウルはね失うことはない、忘れなければですけど、悔しいから何回でもやりたいですけど、まあ、これやったらねまあ吹っ飛ばせる、早いしね、かなり。足跡がポツ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 、ほらマジか、こいつでしょ。見えないものを見るみたいなないのかよ。いや逃げ切るだけなのかな。なんかヒントくれ、ちょっと誰かヒント書いてないかな、何かをしろみたいな。悔しいなぁ、倒すのが相当そもそも難しいですからね。それともあのルートを通っていけないという、まずそもそもの応募示しなのか。あそこ行っちゃダメよと、あいつが来るよと、そもそもね、あの階段とかおるんだよと、なんか中央階段を通るなと。通らずに探せということなのかな。うわーってきた、うわーうわー、ちょほんまきつい。やりたい放題やれるわな、そら。いやそんなんね、ちょっとほんまこんなんね、こんなんやりたい放題っすよ。ちょほんまに意味がわからん。もう逃げるしかないんやろなこれ。ただめちゃくちゃ食らうから、一個はもうオンしたことになってるのかな。あ、まだ知らないやつおった。うわー、追われてるわけではないんかね。追われてるわけではなかったんやね。え、マジきっつ、これどうしたらいいの、これ対策ないのかな。どうにかならんか。使わんかったな。これはあかんっすね。これはちょっと使ってみようか。追いすがらせるパターン。見えるよ、見えないものが見えるようになるようなアイテムがありそうなもんなんですけどね。なんか書いてないかな。
やっぱり一番やっぱ良さそうなのは、逃げること。かなと僕は思いました。しょぼいですけど、4箇所回ってしまうっていうことの方がもう早くないですか、この感じだと。どこやろねって感じはしますけどね。殺されるより先にこれや、黒き刃。うわ、これをつけてたらとかダメかな。黒き刃のフード、一説にはマリカに近しいマレビトであったという。ヤバそうなやつあそこ立っとんな。まあでもさっきの戦略は悪くなかったと思うんですよね。おるな。でもまだ一箇所しか見つけれてないっていうのも怖いところやな。そもそもがね、そもそもが。よし、なんとか頑張って、あの一箇所は終わったことになっててほしいな。とりあえずもう対策しようがないので、あそこ上行きたいね。屋根を伝っていくんですかね。はしごがそこにありますね。内部やな。来よってももう無視で行くしかない。違う、ここがもう火ついてるかどうかだけ先確認する。ついてる、よし。ということは大丈夫や、頑張ればなんとかなる。探そう、とりあえず。そんなについてこないと思うので、よし、探すぞ。ほいおい、一箇所ずつ、もう一子一箇所ぐらいつけていければなんとかなるわけや。あの上はどうやって行こうな。見えてんのはあの上だけでしたね。あとあそこ、うわー、あの上か。おるなー。どうやって上なんか上がんのこれ。あそこにはしごが見えてますけど、あそこか。あの上も怪しいな。いや、どこもそうですけど、上がれる気配がないのよ。危ない、おるぞ。どこから上がろうか。え、
どこから上がろうか。いや、めっちゃむずい。ナイスって。しかもこいつらのクソ攻撃かいくぐりながらやからマジきつい。もし仮にはしごがあったとて、耐えろ。これマジどうしたらいいねんこれ。ふう、馬は呼べない。あそこありますね、敵おんのよ。これはちょっとやってみようか。届くかな。倒せりゃ一番いいしね。間違えた。帰って怒らせたか。あいつはでも見えてるからまだマシか。どうやって上行きましょう。屋根を伝っていくのもなんかあんまりピンとこないんですよね、僕の中では。そんな感じじゃないんだな。一箇所でもヒント欲しいな。一箇所でもやりたいですね。あそこ道伝っていけるんやね。やべえぞマジで。いった、こっちか。来とる。どこや。はしごとかなんかあるはず。マジで何も上がれへん。そんなアホな。ここか。ここか。ここか。いや、いや、届かない。ほんまにどうすればいいんや。上がり口をまず見つけないとシャレにならんすね。馬使えへんしな。いや、どっかから上がれるんやと思うけどな。もう一箇所なんやろね、これ。で、全部繋がってるって感じなのな。あそこ上おるね。そうとしか考えられん。どこから上がるんや。どっかや。どっかに上がれるところがあるんや。でも、そのどっかが全く見当つかん。パッと見で分かんないっすよ。めっちゃむずないっすかこれ。そう、上ね、あるもんね。ほら、ドン来い。よっしゃー。
だボケ、ざけんなマジで。じっくり観察しよう。ちょっと上に上がれそうなポイントをね。ですね、いやないのよ、マジでないのよ、そんなアホな。ほんまにこれ。いや来おるしな、行きたくねー。どっか扉が開いてたりすんのかな。上に上がらないと話にならない。しかしこの二段目に行けない、はしごっぽいものもパッと見で全く存在していない。当然ここも開かない。いやこれほんまちょっと無理かも。これちょっとね、追記かもしれません、僕。飛んでけ。いや、見当違いやな。おい、教えてくれよ。倒さなあかんか、マジで。いやでもこいつ倒すの無理っすよ。下がりよった。ダメージ的にもね、だいぶ食らわさないとダメですから、どっかに上がるルートがあるはずなんや。マジかー、おったのか、配置されてんのか。ひどすぎる。いやこれ一匹じゃないな。倒していくっていうのは全然、なんていうか得策じゃないね。そこ渡ってもほらそこ無理やもんね。繋がってないしな。いやもうえってマジで。もうちょっと異世界に入る前にちょっともうちょっと、まあまあ閉じてる場所が多いんでまた見にくいんですけど、馬で確認しておこうか。馬を使えますからね。行き方の確認をしておいて、じゃ一個上にさえ上がれれば、っていう感じはするんすよ、僕の中では。ガガガガッと解決しそうな気はするんですよね。
上の上がり方をどうするかというところさえ解決してくれればいいんだろうなって感じなんですけど、仮にこっち行ったとって無理でしょ。で、馬あったらこう行けるんですよ。馬あったらいけるんですけど、ここか、ここか、ここか。いや、めっちゃきついで、これも。いけたけどなー、ここか。追われながら行くの。いや、でもここ行ったとてなんです。あー、でもこっち行けるか。こう行って、で、こう行って、いや、ここはしごあるやん。あった。ここあるやん。あったあったあった、一個あった。やっと見つけた、ここや。まずこうでしょ？これ上でしょ？よし、これ一個ね。これ間違いない。よし、ここは、まあ、なんとかご利用していけるやろ。で、ここのはしご渡ります、上がりました。それを利用できるか。こっち行く。はしごから、こっち行く。利用はできない感じですね。あそこか！その青い光がヒントなんでね。あ、行ってたやん、これ、ここね。こう行っての、こっち行ってもだ。ここか。はい。で、あと一箇所。そこが青い光になってるんですけど、そこに飛び乗るためには、嘘やろ。きついぞ、これ。歩きだとするならば、こう行って、こう行って、こうからこう行って、で、こう行ってのこうか。マジか。めちゃくちゃむずいっすよ。これ追われてる状態でやからな。無理やん、これ。上がれないっすよ。こっからか。こう行くのか。いや、いや、もっとイージーな行き方があると思うんすよね。こんなきついかなっていう感じもするから、ちょっと何回もすいませんね、確認しますよ。ここが一番鬼門やな。あー、こうきついっすもんね。めっちゃ確かにきつい。そして行ったところでなんですよね、まあ、仮にここに来ましたと。で、こっからダッシュしてなんとかここに飛びましたと。で、ここ上がりましたと。ここに来たところでよ。あっちはいけんぞ。こっちなのか。いや、こっちは関係ないでしょ。死んでるな。めっちゃ死んでるから、もうここ行けへん。ここでめちゃめちゃ追われてるんですよね。心が折れそうだ。絶望の予感。いやー、ほんまにそうなんやろな、多分。いや、これ無理ですもんね。あ、こうか。ちょっと手前で飛んで。うわー、マジきついなー。こうか。いや、これはマジやわ。
ちょっとほんま相当練らないと。弓も飛んでくるわけなので、マジきついっすよこれ。多分波のきつさじゃない。めちゃくちゃひどいな。いけ。よし、上に多分弓兵とかが配置されてる可能性。おし、おらん。おっしゃ、いった。けえ、いやでもほんまね、あれだけは助かった。バレたか。早すぎるやろこいつ、マジで。ほんまに、いや、ここ作ったやつおかしい、ほんま。じゃあ強すぎるって。じゃあ何のためにこんなんやってんねん、マジ腹立つわ。嫌がらせ以外でこれ何があるんすか、これ。めっちゃきついんやけど。魔法ですよねあれ。とにかく防御力をもう、これでいくか。マジでひどいな。よし、でも1個火つけたからね、もうあと2つ頑張っていくしかないっすね。愚痴っててもこれ終わらない。必ずやり遂げる、それしかないわ。やるんだ俺は。やるしかないんだから。ここの練習もしておこう。当然弓を打たれながらのこのプレイになりますから、ここね。いやもうほとんどレイプの状態ですよ。いけるかね。ほぼほぼレイプの状態です。あそこの弓のあいつね、あいつを先に買っておきたいんですよ。あいつに一泡を吹かせる方法はないか。じっくりでもいい。下にさえでも、下に落としたらあいつら来るしな。
くわ、落ちよった、落ちよったぞ。下落ちよったぞ。アホが落ちよったぞ。ここのルートはあいつおるぞ。いけてるかバレてないか。頑張れ、マジで。いける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 。惜しい。いやー惜しかった。めちゃくちゃ惜しかったね。めちゃくちゃ惜しかったです。今のは頑張ったでしょう。集中しまくってもう全く喋れないですけど、血がすごい。よく見たら血がえぐいな。 OK です。そうよ、上にもおるのよ。そいつの対処もしておかないといけないです。この上におるんですよね。あいつです。くそ、こっちだけがアンチの位置入れへんかな。そう、悔しいな。ユミならいけるんだろうか。いやでもやってる間に死んでまうな、ユミなんて。向こうの速さが尋常やないですからね。かつくねー、マジで。いや、ほんとにもうムカつく以外の言葉がないっすね。
縦構えるやわな。やばかったら縦構えてちょっとでも軽減して。よし、さあどこにおる。あそこやな。飛んできてる。おい、よし、オッケー、いったー、しゃー、おっしゃー、オッケー、いった。一番きついとこいった。おっしゃー、マックスきついとこいったぞ。よっしゃー、やったー。不可能かと思われたこの戦い、やったマジで嬉しい。街の封印が解かれた。俺はやった。あー、やったよーい。やったやったよーい。あー、泣きそう。嬉しい。努力を続ければいけるね。よっしゃー、オールディナー。さあ何がある。こんだけ偉そうなことして何がある。転送門、これで山の頂へ転送されるということなんでしょうか。そういうことでいいのかな、わかりません。でもまあルート的にはそうなんやろね。ちょっと町の封印が解けたっつって、もうミケラの聖樹、うわー、いややな。またこれ落ち系やんか。うわ、すげえ、木に家あるパターンのやつですやん。嫌なとこ続くね。拭いとんな。これ落下したらいきなり死亡でしょこれ。嫌なとこ続くわ。はい、じゃあ次回こっから行きます。